皆さんご存知のように、犬や猫は愛情深い動物です。自分の子供ではなくても、世話をしたり、寄り添ったり、まして種族が違う動物に対しても愛情を注ぐという話をよく耳にします。そこで今回は、猫と少年の間に芽生えた友情物語をお伝えします。そこには、言葉では表すことのできない真の友情が築かれていました。2018年、アメリカ・カリフォルニアを襲った未曾有の山火事は、たくさんの人々だけでなく、ペットにも大きな被害を与えました。カリフォルニア州北部で発生した未曾有の山火事、キャンプファイアの影響により、この年のクリスマスを自宅で祝えなかったご家庭も少なくなかったようです。しかし、とある一家のもとには、クリスマスの奇跡が起きていました。少年がサンタさんにしたお願いが叶い、山火事で行方不明になっていた愛猫が、2匹とも戻ってきたというのです。ベイカー一家は絶望していました。山火事により、今まで愛着を持って使ってきた家具や衣類はもちろん、自宅をすべて失ってしまったのです。それだけではありません。愛猫のオプティマスとバンブルビーの行方もわからなくなってしまいました。一家の子供の4歳半のタイソン君は、同じく山火事に遭い、おもちゃを全部失ってしまったいとこたちに、自分のおもちゃを譲る心優しい少年です。そんなタイソン君の一番の願いは、愛猫ともう一度暮らしたい。季節はクリスマスシーズン。タイソン君はサンタクロースに手紙を書くことを決意しました。ベイカー家の猫たちは、黒猫のオプティマスと虎猫のバンブルビー。あちこちから聞こえてくる不幸なニュースに心折れず、ベイカー家は愛猫たちの無事を信じていました。タイソン君の書いたサンタへの手紙。サンタさんへ、僕はタイソンです。今年はできるだけ良い子でいました。なので、猫たちのためのリードとカラーをください。あと、バンブルビー、トランスフォーマーのロボットをください。僕はサンタさんのためにクッキーとミルクを用意しておきます。タイソン君の手紙を読んだ両親は、必死の捜索活動を開始しました。手がかりをつかむため、あらゆるシェルターに連絡を入れ、協力をお願いしました。この話を知ったフィールドヘブンフェリーンシェルターは、全力で協力してくれたそうです。そして、12月のある日、オプティマスと思われる黒猫の保護情報が入りました。しかし、一言に黒猫と言っても、ベイカー家のオプティマスかどうかはわかりません。タイソン君をぬか喜びさせるわけにはいかないので、まずは父親のジョーさんが確認に行きました。するとそこには、愛しのオプティマスがいたのです。ジョーさんがオプティマスと共に帰宅すると、タイソン君は大喜びで黒猫の大親友をずっと抱きしめていたといいます。タイソンにとっては、おもちゃを失うよりも、猫たちを失うことの方が、大きな大きな痛手なんです。と、母親のキャンディスさんは話しています。保護活動はまだまだもちろん終わりません。兄弟猫のバンブルビーがまだ発見されていないからです。保護施設のスタッフであるハイディさんは、すべての動物たちを愛する家族の腕の中に返してあげたいと思うと、心から力がみなぎってくるのを感じました、と語っています。そして、その努力は実を結んだのです。次の日曜日に、ハイディさんはベイカー家にビッグニュースをお届けすることとなりました。そうです。バンブルビーが発見されたのです。私たちはできない約束はしない主義です。キャンディスに、タイソンのために、必ず2匹を届けますと約束した時から心は決まっていました。とハイディさん。こうして2匹の猫は愛する家族と再会できました。施設からの帰り道、タイソン君は
バンブルビーから離れませんでした。バンブルビーもまた小さな飼い主に寄り添っていました。ほんの少し早かったけど、タイソン君には最高のクリスマスプレゼントとなったようです。ハイディさんや施設の皆さんのお力があり、家族がやっと再び全員顔を合わせることができました。本当に感謝しています。とタイソン君の父親、ジョーさんはコメントを寄せています。大変な惨事となり、物質的には足りないものもあるかもしれませんが、2018年のクリスマス、ベイカー家は心温まる幸せなひとときを過ごせたに違いないですね。タイソン君の愛病に対する思いが叶い、再会することができて本当に良かったですね。これからは離れることなく幸せな毎日を過ごしてほしいですね。続いてアメリカ・オレゴン州で近所の猫と友情を育む心優しい少年がいました。その猫は少年の家の近所で飼われています。この住宅地では飼い猫を外に出すことができるようで、少年は猫と深い絆を結んでいるのです。少年はこの日も母親と猫を探しに来ました。住宅地の路上にいた猫を発見。少年が近づくと、猫は待ってたよとばかりに少年に顔を押し付けてくるのです。オレゴン州スプリングフィールドでの出来事です。少年は母親と犬と大好きな近所の猫に会いに散歩に出かけました。とても大きな猫なので見逃すはずはありません。すぐに発見したその白っぽい猫は少年がしゃがむとほぼ同じ大きさです。猫の隣に並んだ少年に対し、猫は顔をぐいぐい押し付けて愛情を示しました。それからは少年の後をついていくように歩く猫、ちょっとシャイな少年と愛情をたっぷり示す猫の優しい世界が辺り一面に広がっていきます。少年と足並みを揃えて歩く猫、二人は大親友なのです。言葉は通じなくても仲良しな二人、とても心温まる光景ですね。いつまでもベストフレンドでいてほしいですね。猫や犬は子供に優しいとよく耳にしますが、きっと守るべきものを分かっているのでしょう。もちろん、すべての猫や犬がそうだとは限りませんが、育った家庭の中で愛情をたっぷりと注がれながら育った猫や犬は、その愛情を受け継いで優しくなれるのでしょうね。また、動物に触れ合うことは子供の成長にとって、様々な効果が期待できるといいます。命のぬくもりや大切さを学ぶことができるのと、何よりも慈しみやいたわりなどの感情が芽生えるそうです。身近な動物から学び始め、成長とともに野生動物の生息環境についても考えられる心を育み、人と動物が共生できる社会を生み出す原動力となっていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。